バンサブルードは、スカンディナビア風のクリスプブレッドを生産する、世界最大のスウェーデンの企業である。ワサ・ハスマン。バンサブルード社は1919 19年創業で、最初のパン屋を、シェレフテオに開いた。1983年からは、国外の企業の参加に入り、最初は、スイスの製薬会社のサンド社。1999年からは、 イタリアの食品会社のバリラ社が親会社となっている。カール・エドバルド・ルンドストロームが設立したシェレフテオの最初のパン屋は1931年にフィリップスタッドに完全に機械化された支店を出店し、それ以来この店が会社の主力になった。後年いくつかの他のスウェーデンのパン屋を吸収して1940年代にパンの輸出を始めた。 1965年に初の海外支店をデンマークに設立し、1967年には西ドイツのツェレに海外で初のパン工場を建設した。21世紀の初めにはバーサブロード社は全生産量の約80%をスウェーデン以外の国々で販売している。創立者のルンドストロームは1915年から 自身のパン屋を経営しつつ1919 19年には、故郷の町にちなんで名付けた、シェレフテオ製パン工場株式会社を設立した。会社の主要部門に発展する、フィリップスタッドの支店は1934年に、バーサ製、パン工場株式会社という名称になったが1964年には、短くバーサブルード株式会社と改称した。 バーサというブランド名はもともとグスタフ・バーサをイメージして名付けた特定の商品バーサクネッケであった。バーサブルード社は市場活動で王冠とバーサ王朝の特徴ある花瓶の紋章を使用している。バーサブルード社は多品種のクリスプブレッドを生産している。オリジナルのクリスプブレッドはライ麦製であるが、その他にもゴマ、ま、小麦や他の穀物が入った。 様々な商品がある。バーサは、マッツァーのような長寿命の商品で有名である。バーサブルード社は、スウェーデン王室御用達の食品会社である。ありがとうございます。